どうしたの？なんか寒気が。誰かに見られてるような。気のせい気のせい。メイとの初デートだもん。誰にも邪魔された。メイ大丈夫？すでにやべえ。私が守ってやらなくちゃ。メイこっち。死んじゃうって。何今の声。体がすごく熱い。メイ大丈夫？これって一線越えるチャンスなのでは。次どうしたらいいんだろう。そんなことするの？ふざけないで。ふざけてない。私は本気でメイと。な、何を言ってるの？だってモモキノさんがメイと、その、あの、だから。ごめんごめんってば。クレープおごるから許して。別に怒ってないわ。人間なんだから少しは理性ってものを保ってほしいわね。あと、あなたが何を想像してるか知らないけど、姫子とは何もないわ。え、だって桃木野さん、メイと一線越えたって。私は姫子が妙なことしてきたから叱っただけで、自分に都合よくあなたに話したんでしょう。騙されるあなたもあなただけど。なんだよ。ってことは私にもまだチャンスはあるってことじゃん。あなたは幸せそうでいいわね。メイだって幸せじゃん。手紙くれる優しいパパいるし。めっちゃ愛されてんじゃん。やば。まあそう深く考えなって。ほら、甘いものでも食べてさ。これは間接キスのチャンスじゃ。ねえメイ、そのクレープ美味しそうだから一口食べさせて。食べ終わってるし。じゃあ私の一口だけでも。これだけもらっておくわ。メイにハマってる。メイが好きだ。キスしたい。メイ、手つないでもいいかな？お待ちなさい。桃木野さん、やっと見つけましたわ。どうしてここが。抜け駆けしようったってそうはいきませんわよ。大方あなたが会長を無理やり連れも。私の邪魔をしないで。ユズにおかしなこと吹き込んではダメよ。メイメイ行くわよ。
よ、メイ。あなたのお父さん、亡くなっていたの？え？うん、私が3歳の時にね。ああ、でもそんな重い話じゃないから、ここに来ればいつでも会えるし。パパ、紹介するね。妹のメイです。私より背も高くて頭もいいけど、不器用でちょっと乱暴で寂しがりな感じつうことで、私にも守るものができましたっていう報告でした。よし、本日の任務完了これからファミレスにでも。メイ、勇気をください。メイ、私、父からの手紙。え？一度も開封してないの。父の考えを知ることが怖くて。もし父に学院へ戻る意思がなかったら。ねえユズ、私、父と元通りになれるかしら。大丈夫だよ。二人がうまくいくように私も協力するからさ。帰ろっか。あんな笑顔を見せられて、キスなんかできるかメイに今必要なのは恋じゃなくて、きっと家族だ。